皆さんこんにちは。第136回しゃべくる真っ白、ただいまから、放送いたします。今日のゲストは、皆さんご承知のよくお見かけする町の旧町名復活事業の石柱のデザインをされました山本薫さんに、お越しいただきました。私はパーソナリティを務めさせていただきます永井と申します。今日は初めてでございますので、一つ、お了承の上、お許しを願いたいと思います。山本さん、早速でございますが、お住まいのどちらでいらっしゃいますか？旧市内駅、長野駅の近くに住んでおります。まあ、それでお仕事をされているということをお伺いしているんですが、どんなお仕事でございますか？簡単に言うと、住宅のリフォームの営業設計、お庭のデザインですとか、あとインテリアデザインなどをさせていただいています。コーディネートですね。デザインじゃない。インテリアコーディネートです。はい、そうそう。まあ、そういう方っていうのは、若干資格が必要かと思いますが、どんな資格をお持ちなんでしょうか？一応2級建築士 とインテリアコーディネーター、都市住環境コーディネーター2級 と整理収納アドバイザー2級、みんな2級なんですけど、はい、そんなとこです。はい、それで松代大好きっていう、ちょっとことをお聞きしておるんですが、その松代に関するきっかけですね、あるいは松代の魅力、この辺はどんなふうにお考えでしょうか？松代への参加のボランティアのきっかけというのは、そもそもは約10年ぐらい前なんですけれども、とある設計事務所に勤めていまして、その時にそこの設計事務所が町並み環境整備事業の松代における計画策定の仕事をしていたんですね。で、町並み環境整備事業というのは全国の特色ある町並みに対して町並みを保存するように道路ですとか、水路、施設、建物、公園、住宅、庭などの整備にお金を出して、整備しようという事業なんですけれども、それをどこを集計していくらお金がかかるのかという予算組みをするような仕事だったんですけれども、その時に、自分が住んでいる近くにこんな江戸時代の建物がしかもこんなにたくさんあるっていうことを
もあの知りまして、すごい衝撃を受けたんですね。で、日本の古い建物も素敵だな、素晴らしいなっていうことを非常に強く感じまして、でしばらく、まあ、それから松代からは離れていたんですけれども、これから松代は変わるぞっていうことは分かっていたので、まあ、ずっと気にはかけていましたが、2010年の松代イヤーの時にたまたま NPO 夢空間のブログで、その松代イヤー実行委員会を募集しているという記事を見まして、で応募したのが、まあ、第二のきっかけになりました。はいはい、それで例えばですね、これをデザインする場合ね、どっかこういろいろ歩いてこられて全国ですね、はい、そういう、ご経験というのはございますか。まあ、その町並み環境整備事業の、あの計画策定の事業の仕事の時に、まあ、ある程度いろいろなところを見て回ったんですけれども、そうですね、彦根ですとか飛鳥、それから犬山ですとか、古川とか岐阜の古川とか、まあ、そういったところ、まあ、いくつか回りましたね。はいはい、まあ、そういう経験が、今度のデザインに反映されていると、そういうふうに、解釈したいと思います。それではですね、今日旧町名復活の時の、石柱のデザインですけどね、これをちょっと見せていただきます。写真を見せていただきます。写真が写ってまいりましたが、これはこのデザインはどんなこう狙いというかモチーフというかそういうものなんでしょうか。これはですね、松代というのは古墳の古代から現代までゆったりと時が流れている松代にふさわしい趣、歴史的趣が感じられるようにということと、それから城下町、城下町である武士の精神を引き継いだこう質実剛健なデザイン でシンプルに町に溶け込む、そして住民に愛されるデザインで、まあ、皆さんが足を止めて何が書かれているのかなって読んでみたくなるようなデザインということを考えました。まあ、できれば芝居師が良かったんですけれども、特産の芝居師が使われれば一番良かったなとは思いますけれど。まあ、私も山本さんとの後ですね、これが刻まれてですね、それで各町へですね、これを建屋の関係で、顔を出したんですが、非常に今デザインが好評で、一箇所建てるともう次はどこだと待ち焦がれてると、今まではちょっとこの運動はちょっと、やめた方がいいんじゃないかっていうような声もあったらしいんですが、今回に関してはいろんな区長さんたちが協力してくださいまして、あるいは工事もですね、自分のところで、場所がなかったら自分のところを提供するよっていうのがね、2、3ございまして、非常にねその面では助かってると思います。それでですね、この運動はですね、非常に古い、あれを時間を持ちまして、一番最初の頃はですね、平成、14年頃ですね、余政区長さんや麻生区長さんを招いて、シンポジウムから始まったんですね。そこである程度、真っ白は旧町名を復活させようじゃないかと。今はおそらく松代町南番地で、はがきなんかも全部来ますけども、行政もそういうことになりますが、子どもたちも含め、昔の町名を知らないと。それから今度もう一つは、松代を訪れてくれる方々にですね、その町民がですね、会話をこう交えるコミュニケーションとしての場というものを作ってもらいたいと、こんなような気分が非常に高まりまして、まあ、真っ白イヤーズの時に、
一応スタートしたわけでございます。それでですね、現在ですね、平成白いイヤーの時はですね、先進国であります、先進県といいますか、石川県の金沢市からですね、2名の職員が見えられまして、これも非常に具体的な、シンポジウムを開催いたしました。こういうことで一応真っ白イヤーズで長野市からの予算もいただきまして、シンポジウムのあれがございます。まあ、そこで急速にこう進展したという感じでございます。あとはですね、真っ白にあの町がですね30カ所くらい、まあ、使われなくなった町も含めてですね、それくらいあるわけですが、今日までそのうちの15丁目をですねここへ建てることができました。非常にあの真っ白は先ほどもあの芝居書を使いたかったっていうんですが、石の本場でございまして、他のところではですね、例えば松本なんかですと、これを建ってるに18万から25万くらいの経費がかかったと。そんなところで真っ白で相談しましたら、10万で手をつけたっていうのは非常に格安なことで、そんならばっていうようなことで、着手いたしまして、多く15もできたわけです。まあ、今後もあの、毎年続けたいと思いますが、でもさの何かこの今までですね、はい、自分の趣味とかあるいはあの学生時代の、部活なんかでちょっとこう影響のしたというようなことはございますか？そうですね、あの学生時代はよくあの今言う、よく言うバックパッカーですか、貧乏旅行を、あのリュック一つで貧乏旅行を海外、内外、国内外していたんですけれども、その時にあれですね、あの日本っていうものをすごく意識するようになりましたね。日本、あのなんだろう、日本的なものっていうもの、海外に出ると逆に日本っていうもののアイデンティティをすごく感じるようになりましたね。なので真っ白に惹かれてるっていうところは大いにあると思います。それで学生時代はどんなスポーツとかそういうものはおやりだったんですか？スポーツですか、中学はテニスだったんですけど、高校は弓道をやっておりました。いつか文部学校でやってみたいなと思っています。まあ、この頭の上の六文銭がですね、弓道 その的に似てる感じするんですよね。はい、だからまあ文字通りその的を得たっていうような感じからするわけですが、お上手ですね。はい、あの、まあ、ありがとうございます。それでですね、今後松代に対する期待とか抱負ですね、あるいはあの活用方法、松代町をどう活用していったらいいか、この辺はどうお考えでしょうか？そうですね、あの松代はですね、本当に歴史的文化財が豊富で自然も豊かですし、ね、四季折々の景色もね素晴らしいじゃないですか。あと温泉も豊富ですし、住民も素朴な人柄で伝統文化を大事に大切に守って引き継いでいるという素晴らしい町なんですけれども、まあ、いかんせんちょっと生意気かもしれないんですけど、町の人たちがちょっとその観光地だっていう意識がちょっとまだ弱いのかなっていう感じがするんですよね。これだけ素晴らしい魅力的な町なんだから、もっとアピールしてもいいと思うんですよね。なのでようこそいらっしゃいっていうような姿勢、もてなしの心っていうのがもっとこう、まあ、奥ゆかしい松代の人たちなのでちょっと難しいのかもしれないですけど、まあ、ちょっとしたあのそれはね、とても何もね派手なあの
旗とか看板とかをつけるっていうことじゃなくて、こう店先にちょっと、まあ、食べ物屋さんだったらメニューをちょっとお店先に出すとか、花を飾るとか、ベンチを置くとか、そんなちょっとした心遣いがこうもてなしの心になりますので、お金をかけずにそういったことができるので、まあ、そういう、まあ、もっとアピールをしてもらえれば外の人たちも楽しんでもらえるのかなっていうふうに思いますし、まあ、自分はたまたま縁があって松代を知るきっかけになったんですけれども、こんな素敵な松代のことを、まあ多くの人に知ってもらいたい、あと自分が住んでる町のことを知らないっていう人たちのために、こうもっといろんな人に訪れてもらいたい、知ってもらいたいっていう思いから、その先ほどもお話ししました、まあ、ガイドの勉強をしながら学生時代の海外の貧乏旅行をした経験を生かして、まあ、歴史ある建物を利用して簡易宿泊施設を近い将来作れればいいなというふうに思っています。はい、まあ山本さんのお話聞いてると非常に今これだけの経験を持って初めてこういうデザインができたんだっていう感触がこう伝わってまいりました。ありがとうございます。モチーフのことですみません、はい、これ皆さん 100% の人が知ってますけど、このデザインは六文銭がモチーフになってます。すみません、言い忘れました。はい、お伝えしておきます。はい、それではどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。来週のしゃべくりますよ、はい、という前に、うん、そのね、前に今日ね、永井さん初めてね、上手、さすが永井さんですね。いやー、うまいもんですね。我々も見習わなきゃいけない ね、うまい。皆さん、見習って、はいはいはい、私も来週から見習いますので、よろしくお願いします。ということで、皆さん、はい、来週の予告をお願いします。来週、はい、はい、はい、ですよ、ね、137回ね、はい、マッシュロリーグについてっていうね、マッシュリーグなんです、うん、あのね、ソフトバレーやってるんです。え、松代にあった？あった。ちょっとさ、そういうの聞きましたんでね、ちょっとね、はい、これやってみたいなと。はい、で、マッシュルオリジナルってね、普通だと6人なんだけど、9人でやるんです。おー、9人で、うん、じゃあそういった話をね、ちょっとお聞きしようか。俺9人は予想に出てかんないじゃん、ね、だからそれはそれでまたね、別のあるんだ。あ、あるんだ。いや、あ、そこら辺のお話を来週聞けると。そういうことです。楽しみですね、それは。特にね、はい、なんか言うことは、ないです。あ、いいですか。だそうですので、来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。よろしく。はい、お楽しみに。はい、どうも。後ろはあなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。昔は